フレックラジオ、フレラジということで、前回に引き続きまして3回目、辻さんの回3回目なんですけれども、早速なんですけれども、辻さんは SDGs に関する研究どんなことをされてるんでしょうか？はい、2つありまして、1つはですね、SDGs に関するそのワークショップをその企画をして、その参加されている方 の、その地域づくりに関するさまざまなニーズとかをこう分析するっていうような研究をこうしています。こういう参加者っていうのはどういう方が多いのか？それもですね、すごくその議論になるところで、具体的にどういう方に参加してもらうかっていうところも含めて議論をしてという風にして進めています。で、具体的に実施したのが郡山市でやったもので、郡山市はその SDGs っていうのを新しくその、地域のまちづくりの政策のこう柱に据えていきたいっていう風にこう考えておられて、やはり原子力災害があって、例えばその除染であるとか、そういうような環境回復に関するような取り組みが一段落した中で、新しくそのこの地域づくりを進めていくためにその SDGs がその重要だということで、その SDGs を推進していこうというふうに考えておられた時に、環境の研究所であるその国立環境研究所に声をかけていただいたというところがそもそもスタートでした。こういうことは役所の職員官とか、こういう人にまずは SDGs ってこういうもんだよとか、計画には多分こういう事例が描かれてるよとかっていうのをまとめば、一緒にワークショップやりながら考えたりっていうことをやられてるのが一つの活動。そうですね。で、その時にやっぱり17番のパートナーシップっていうところを考えた時に、その役場のその職員、行政に関わる方々だけではなくて、企業のその地域の企業の方だとか、地域でさまざまなその福祉の活動だとかをしている NPO の方だとか、できるだけそういう多様な分野や立場の方をこうと一緒にその SDGs を使ってどういう取り組みができるかっていうところをこう議論していった方がいいんじゃないかっていうところで、そういうさまざまな分野の立場の方、あとはその自治体の中でのいろいろな部署の方が関わってもらえるように、その SDGs の、 そのワークショップをこう企画しました。確かに17番目のパートナーシップって、役所の縦割りってあるじゃないですか。あれを解消するっていう意味でも結構重要で、役場ってどうしても縦割りがしょうがないんですよね。縦割り行政とかって言葉聞きますね。なんかイノシシ出たらこっち行けとか、あっち行けとか言われちゃったりくるんだけど、多分これを取っ払わないと、この SDGs はどうしようもない実験、結構難しいですよね。先ほど言ったように個別に考えてることは考えてるけども、こういうことじゃないので、だから多分この取り組みをまず意識をしてもらうのが多分大事ですよね。そうですね。郡山市の市役所の方もすごくその点は意識されていて、SDGs をですね、なんていうか、主に担当する、当面役になるのは、企画関係の部署の方なんですけれども、実際にその地域の中で、さまざまな政策に取り組む部署っていうのは、その企画部署だけではなくて、例えば農林水産に関するような部署であるとか、福祉教育に関する部署であるとか、あるいはその、都市整備部門、道路を使ったりしているところだとかっていうところにさまざまにわたるので、そういうさまざまなその部署の、方々と一緒にこう議論、 SDGs について議論していくっていうことが重要だろうということで協議して決めていきました。なるほど。深くあるっておっしゃいましたが、もう一つは何でしょうか？で、1点目がですね、2つ目がですね、SDGs のですね、どの程度その、認知度があって、どういう取り組みをしていて、どういうふうなその、連携のあり方が、あり得るかっていうところを考える、その意識調査をですね、意識調査、アンケート調査なんですけども、2011年、今年のですね、1月から3月にかけて、実施しました。それはどんなことを調査というか意識調査
どんな質問とか内容はですね、その SDGs の、 その取り組み度合いがその部署によってどのように異なるかだとか、あとはその SDGs っていうのが、はい、17番のパートナーシップっていうところにすごく関心があるので、はいはい、その SDGs というものをその導入することによって具体的にどういうふうに連携が深まっていくのかっていうところ、例えば、地域のさまざまな団体との連携がどの程度深まるかとか、はいはい、自治体以外の、ステークホルダーというか、組織とのその連携のあり方が SDGs が入ることによってどういうふうに変わっていくのかっていうその考え方であったり、はい、質問をしていました。まあ、でもこういうのってね、はいはい、書くときって結構格好つけて書いたりしくるけども、実際これをね、実現できるかどうかとはまただいぶ違いますけどね、はい、この辺の問題意識であります。例えば、アンケート調査をします、うん、まあなんかとってもいいこと書いてあります、うんうん、でも実際やろうとすると書いた通りには多分いかない、うん、っていう時に、うん、この辺はやっぱ研究者としてができることってないのかなと思うんですけど、手助けなのか、それとも、まあ、ご予報があるのか、ちょっと時間がありの考えがあるのかなっていう、うん、はい、SDGs に関する研究だけではないんですけれども、福島県の、このアンケート調査は福島県の59の市町村すべての課長級の職員さん対象にしておく、はい、実施しているので、そんな幅広くない、かなり の、 そのサンプルが取れたんですけれども、はい、福島県ってすごく小さな自治体が多いんです。小さな自治体というのはその人口の少ない自治体が、町とかね、はい、町や村が多くてですね、はい、で玉木さんが今おっしゃってくださったような、実際にやっていくっていう時にやっぱり一番の障壁になるのが、そのやっぱりその人が少ない、その、役場の中でその取り組める、はいはい、担当できる職員さんがすごく少ない、マンパワーがちょっと不足するみたいな、はい、不足しているっていうところなんですね、はい、うん、でこの調査だとではその、まあ、どういうところが SDGs を自治体の中で進める上での障壁になるかっていう質問をしていまして、はい、その中で一番この複数で回答してもらったんですけども、はい、一番の障壁になるっていうふうに挙げられたものが多かったのがやっぱりマンパワー不足っていうところだったんです。まあ、よく聞く話なんですけど、結構福島県に限らず、まあ、町とかこういうレベルだと、はい、どうしても自治会レベルで考えちゃいますけど、はい、まあ、例えば今国間も関わっている郡山の広域圏みたいな感じで、例えば浜通りだったら結構バラバラで奥間町とか深場とかっていう、結構こういう単位で考えちゃいますけど、本来は SDGs ってこんなレベルの話ではないので、まあできれば例えば十二市町村、浜通り十二市町村みたいな、ああいう流れで考えた方がいいんかな、じゃないかなと思うんですけども、まだここまではちょっといけないですかね。そうですね、市町村間の、連携をこう深めていって、はい、できるだけこう広い範囲で SDGs を進めていくっていうところがこう目指されているところだと思いますし、実際に郡山広域圏では、郡山広域圏が策定しているその、ビジョンの中で、広域で連携を、市町村が連携して SDGs を進めるというところはこう明記をされているところなんですけれども、まだまだ取り組みとしてはこれからといったところがあるかなというふうに思います、はい、やっぱりこういう市町村連携、まあ、大事だと思うんですけど、はい、やっぱどういうところがこの連携をやるにあたって問題というか障壁があってとか、課題とかですかね、まあ、郡山広域圏は郡山市中心に、うん、あれは何市町村集まってるんですかね。17ですかね、結構多いですよね、はい、そこを連携させて、うん、温度を取っていったりとかするってすごい大変なことなんじゃないかなって、ただ聞いただけで思っちゃうんですけど、その市町村の、うん、置かれているその、状況、産業のあり方だとか、その住んでいる住民さんの問題関心だとかによって、うん、おそらくその市町村によってどの SDGs の中でもどの目標に力を入れていきたいかっていうところ の、 認識がそもそも異なるのかなというふうに思います、うん、なるほど。でそういうようなどの目標に最も力を入れて広域で進めるときにですね、はい、行けばいいのかっていうところについて、そもそもまだその市町村の間でよく議論をして、こう認識を合わせていくっていうところもすごく重要になりますし、そこはやっぱり難しいところなのかもしれないですね、うん、例えばじゃあ時間の取り組みから来た、まあ今までワークショップと、あとまあ
エンゲージ1個は何個やみたいな、はい、まあ、学習かみたいなの、はい、そういう時計、例えばこれパートナーシップが生まれたってことはあり得るあったのか過去に、あ、そうですね、その実際にそのワークショップをこう実施した時にやっぱり行政と我々って言ったところだけではなくて関わってもらえるというところで、やっぱりその民間その NPO さんがすごく重要かなと思ったので、つくしま NPO ネットワークさんっていうその NPO の活動支援されているで郡山市の方の拠点で活動されているその団体さんに声をかけて参加していただいた経緯があるんですね。で今そのつくしま NPO ネットワークさんは地球温暖化防止の活動もこうされていて、私たちの方でやっているその気候変動対策に関するその研究だとかっていうところでも、はい、パートナーとしてこう、はい、一緒にやっていただいているっていうところがあります、はい、じゃあこの SDGs の研究を通してその地域の NPO さんとつながって実際にその、はい、実動というか、はい、動き始めてるとかずっとそういう活動はできてるってことで、まあ、連携ができてるみたいなと考えていいんですかね。そうですね、私たち その研究国立環境研究所だけで言っても、はい、研究活動を進める中で、はい、必ずしもそういう NPO さんとか、はい、その地域づくりに関わってる方とその一緒に連携して研究するっていうことは、はい、なかったのかもしれないんですけど、はい、この SDGs っていうものがこうあって、はい、まあ、それをもとにそれをきっかけに、はい、つくしま NPO ネットワークさんだとか、まあ、最近で言うとその郡山にある NPO 法人の新生さんという障害者、はい、福祉団体の方だったりだとか、はい、そういう日頃ですね、その研究、うん、環境の研究をやっていただけではこう出会うことのなかったような新しいそのパートナーと出会って、それによって今まで環境の研究とは少し違うような要素の入った研究ができたり、まあ、そういうような面は確かに出てきているのかなというふうには思います。うん、じゃあ、まあ、どちらかというとあれですね、自分の方から何かを与えるだけじゃなくて、これ逆にフィードバックとしてこういう流れとかこういうのを持ってたので、はいはい、むしろいいこともいっぱいあると、まあ、研究者側から見て、はい、っていうような印象ですかね。そうですね、国立環境研究所だけではなくて、うん、今こういうようなその SDGs をきっかけに新しいそのパートナーシップが本当に日本世界各地でこうできてきているところだと思うんですね。うん、まあ、SDGs の実施手段として、はい、パートナーシップっていうのを考えられてるんですけど、うん、そういうその手段ではなくて、ある種その新しいそのパートナーシップができたっていうところは、うん、それを目的にして SDGs をその、はい、取り入れるっていうところも大いに考えられるし、その意義はすごくあるかなというふうに思います。僕が考えるカバーの17目のゴールって、はい、手段じゃないかっておっしゃってましたけど、はいはい、まあでもやっぱり G ゴールなので、はいはい、まあ、何らかのゴールがありますよね、はい、17番目のゴールって目標のゴールって何なんだと思います？やっぱり繰り返しになるかもしれないんですけれども、うん、その日頃SDGs がなければその手を取り合うことのなかったようなその組織だとか団体人々同士が新しくパートナーシップをこうができることによって、新しいその地域づくりのためのアイデアが生まれたりとか、新しい取り組みができたりとか、そういった先ほどおっしゃっていた縦割りのようなものをこう壊して、大胆にその分野をまたいだ取り組みができるといったところが目指されているところかなというふうに思います。なるほど。じゃあちょっとここまでいろいろ聞いてきましたけども、ちょっとお時間もお時間なので、はい、まあ、結局これを言葉を機会に、まあ、変わることが大事だと、はい、しかも変わる方向はある程度分かっていると、はい、なので変わる体験を、まあ、2030年までに変わったことを体験いくかして、はい、あ、やっぱ良かったなっていうのを組んでいく、はい、まあ、ある意味経験を組む期間だっていう位置づけで、やがて最終的には FGG っていう、はい、今キーワードになってますけど、はいはい、これがなくなって資源からできれば一番いいんですよね。そうですね、持続可能なその地域づくりっていうのもずっとこの何十年と1980年ぐらいからですね、うん、はい、こうずっと
東方国際社会で議論されているところで、はいはい、その流れの中で先ほどのミレニアム開発目標 MDGs があったり、はいはい、SDGs っていうのが今出てきているわけですけれども、SDGs の後のポスト SDGs っていったところで、はい、またその持続可能な地域づくりっていうところの取り組みが終わるわけではなくて、はい、また新しい目標が立てられるかもしれない、はいし、その取り組みっていうのはこの2030年までに終わるわけではないので、本当に地球温暖化対策、その温室効果ガスの削減目標っていったところもっと先にあるわけですから、ついたような意味で、ポスト SDGs に向けて、どういうふうなその持続可能な地域づくりのに向けたその新しいパートナーシップであるとか、その新しいその取り組みをこう実施をして、その地域のをどういうふうに変えていく、その準備ができるかっていうところがやっぱり重要なのかなというふうに個人的には思ってます。なるほど、はい、ポスト SDGs とおっしゃってましたけども、2030年でプツッと目標が終わるわけではないので、はい、今の辻さんの3回のお話を聞いて、その17番目のパートナーシップのところを鍵に、はい、福島の地域でもなんかこう、はい、いろいろ取り組みが広がっているんだなというのと、はい、達成まで時間は少ないけれども、はい、なんか変わっていくのものがあったらいいなという期待を持ちました。はい、長々と3回分お話を聞いてまいりました。でまた辻さんにはどこか違うテーマで来ていただきたいなと思っています。ということで本日のゲストは辻隆さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。環境の地を地域とともに。